竹の塚駅。竹の塚駅は、東京都足立区竹の塚6丁目にある、東武鉄道伊勢崎線の駅。東武スカイツリーラインの愛称区間に含まれている。駅番号は、TS14。当駅は、伊勢崎線の開業から約7ヶ月後にあたる1900年、明治33年3月21日に開業した。開業当初は、伊高村にあったが、1932年に、 東京市に編入合併され、東京市で最北端に位置する駅となった。東京市が廃止されて、足立区が成立した後も、当駅は東京23区で最北端に位置する駅であったが、2008年に東京都交通局日暮里、トンネルライナーが開業した子により、東京23区内で最北端の駅は、見沼台浸水公園駅になった。伊香村に開設されていたのにもかかわらず、 東に隣接していた、竹塚村を駅名に採用したのは駅名を観光する、時の言葉の響きが量という理由から。かつて当駅前後の踏切は、数少ない踏切保安係が操作を行う、手動式踏切であった。交通量が多く、開かずの踏切となっている。駅を挟んで北側、南側に、それぞれ一箇所ずつ置かれ、南側、 伊勢崎線第37号踏切道は、大踏切、北側、同第38号踏切道は、小踏切と呼ばれている。1974年、昭和49年に、北千住駅から東駅まで複々線化が行われた際に、運転本数が増加したことで東駅周辺の踏切は、遮断時間が増加した。このため、線路の高架化が課題となっており、 足立区は、踏切解消に向けて1987年、昭和62年により、継続的に、鉄道効果化の可能性について、検討を行ってきた。さらに、2001年、平成13年には、東京都と東武鉄道をアドバイザーとした、竹之塚駅周辺地域道路、鉄道立体化検討会を設置し、検討を重ねてきた。 高架化工事によって除却される踏切はどちらも足立区道であるが、当時は特別区が事業主体となって連続立体交差事業を施行することができなかったこともあり、議論は平行線をたどっていた。そして2005年平成17年3月15日に大踏切で踏切保安係、東武鉄道社員の遮断機誤解による事故が発生し、2人が死亡、 二人が負傷した東部伊勢崎線竹の塚駅踏切り死傷事故も参照。この事故がきっかけとなり、同年4月6日から地元の連合会による鉄道高架化の署名運動が行われ、同年8月12日までに21万6993人の署名が集まった。事故半年後の同年9月には両踏切とも自動化された。また、2005年度からは、 特別区主体で連続立体交差事業を施行することが可能となった。2015年平成27年3月1日にも同じ箇所で踏切内に侵入した軽乗用車と列車が衝突する事故が発生し、軽乗用車の男性運転手が死亡している。2016年平成28年5月29日にも歩行者と上り特急列車の人身事故が発生した。 ただしこちらは自殺である。しかもこの日は下り急行線が高架化の初日であった。2006年、平成18年3月9日には、大踏切側に自転車対応エレベーター付きの個線橋が設置された。踏切操作の自動化及び個線橋が完成した後も、踏切の安全監視要員が24時間監視を行っていい。また2006年、 平成18年から2008年、平成20年にかけて、当駅にエスカレーターやエレベーターを設置するバリアフリー対応工事が行われている。ただし、東口へは工事前から駅ビル内にエスカレーターやエレベーターが設置されている。足立区は2011年、平成23年3月31日に都市計画決定、同年12月20日には、 事業認可を取得し、2012年、平成24年3月30日に、東武鉄道と施工協定を締結した。その後、同年11月4日には、非公式が挙行された。踏切事故から7年7ヶ月での事業着手は、異例の速さである。また、区が主体となる、連続立体交差事業は、これが、初めての事例となる。 2021年3月に高架化工事完了予定であったが、総火寄りの高架橋建設時に使用した鋼焼いた約2000枚が線路内に埋設していたため、この鋼焼いたの撤去作業が必要となり、2022年3月に変更された。観光船のみホームがあり、島式ホーム1面2線の地上駅。2018年10月現在は高架化工事中のため、 仮設ホームとなっている。季節ホームは仮設ホームの東側にあったが下り線は2017年8月26日、上り線は2018年9月22日をもって共用を終了した。京城駅舎を備えていたが下り線が季節ホーム使用停止と同日に共用を終了し、翌日より仮設地下改札に変更された。西新井寄りには東京地下鉄、東京メトロ、 日比谷線車両の車両基地である、千住建築竹の塚分室、以下、竹の塚分室が立地する。当駅の配線は、東側から上り急行線、上り観光線、駅ホームを挟んで、下り観光線、高架線上の下り急行線の4線となっている。以前は、下り観光線と折り急行線の間に竹の塚分室への入れ替え線が悪化。 高架化工事の進捗に伴い現在は撤去されている。代わりに上り観光船から竹の塚分室へ入庫できるように配線が変更されている。竹の塚分室へは、駅北側の引上げ線に入線した後、進行方向を転換、上り観光線を経由し、下り観光線と平面交差してから入庫する。なお、2016年5月28日までは、 下り急行線が地上だったため、入庫の際下り急行線との平面交差が存在していた。八日寄りには引上げ線が設けられ、主に当駅折り返しの列車に運用される車両が使用する。この引上げ線は最大4本の編成が入線することが可能だったが、高架化工事に伴い、2016年10月現在は1本のみに減っている。このため、 総会駅北方に引上げ線が整備され、一部の東駅折り返し列車は総会駅まで改装される。竹の塚分室も寄りであることと引上げ線があることから、日比谷線、浅草方面と東駅を結ぶ区間電車が多数設定されている。東口駅舎はかつて高層住宅を併設していたが、3階建ての商業施設を備えたビルに建て替えられた。 現在は高架化工事のため、駅ビルの商業施設は営業を終了している。トイレはユニバーサルデザインの一環として多機能トイレが設置されている。京城駅舎時代は改札内にあったが、仮設ホーム共用開始と同時にホーム上に移設された。2010年、平成22年12月10日より発車メロディが導入された八塚駅。 総加駅と同日に運用を開始。2018年度の1日平均乗降人員は73,529人である。伊勢崎線の駅では、北千住駅、新越谷駅、東京スカイツリー駅、押上駅を含む総加駅、春日部駅に次ぐ第6位である。東武鉄道全線中、普通列車のみ停車する駅としては、乗降人員が最も多い。 当駅は普通電車のみ停車するが、駅周辺は人口密集地であり、駅前が路線バスのターミナルとなっていることから駅税圏が広く、乗降人員も多かった。80年代後半から90年代前半にかけて1日平均乗降人員が10万人を超え、伊勢崎線の駅では北千住駅に次ぐ乗降人員を記録した時期もあった。 2007年度までは8万人を超えていたが、2008年、平成20年3月30日に、日暮里、トネリライナーが、近隣に開業して、駅税券が縮小した影響で、乗降人員が減少し、2011年度以降は7万人程度で、推移している。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通りである。東口駅前ロータリーは、 東部尖閣駅中でも規模が大きく、周辺にはピーコックストアや銀座工事イコーナー、その他パン屋や本屋などの小売店が立地する。竹の塚駅東口商店街の名称は、1988年昭和63年にカリンロード商店街と改名された。西口の構内圏は東部関連企業に限られ、タクシー乗り場もかつて、 東部グループの金流自動車交通の専用となっていた。金流の日本交通への売却で飛行は立ちとなり、美輝きタクシー、日光グループとの合併で飛行日明となった後は、校内券の枠は飛行日明と日本交通専従営業所の一部車両のみ保有しているため、他の日本交通グループを含む他社車両や2社でも、内券の枠を持たない車両の客待ちはできない。 東口と西口にバスターミナルがあり、東部バスセントラルと東京都交通局によって運行されている。竹の塚駅東口、東部、竹の塚駅前、都営竹の塚駅高架化工事のため、2014年、平成26年4月14日より、石山街道沿いの踏切前、竹の塚保健総合センター、西遊竹の塚店前に移設された。 駅もよりバス停留署名称の表記法については、公述する。当駅の所在地は、竹の塚であるため、駅名表記についても、竹の塚と間違える事例が多いが、正式には、竹の塚である。読みも、竹の塚ではなく、竹の塚である。都営バス、東部バスセントラルの一部などでは、竹の塚駅の表記も用いられている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。